なんでなん、トールくん。この振り上げた拳と重力は収めさせてもらうよ。お達者であなた。でも引きすぎだよ。この黄色いの一応男子やから。ねえ。お？ああ、はや、トールくん。あのね、朝からこんなの渡しちゃ迷惑かもしれないけど、地域限定たこ焼きくんって好き？お、なんか、やっぱトールが鉄板焼き系のものが好きなんかな。へえ。たこ焼きスト絶賛らしいよ。本当のたこ焼き頬張ってるみたいなんだってさ。たこ焼きスト絶賛。おう。本当のたこ焼き頬張ってるみたいでどういうこと？てか、これは何なの？たこ焼きくん頬張ってるみたい。え？食べ物じゃないの？あ？太るのに？よくわからん。食べ物ではあるんだよね、きっと。へえ。まあまあまあ、いただくんですけど、いただいて大丈夫だよね、これ。食べ物なんだよね。よかった。喜んでくれたみたいで。ただ、ちょっと不安は残りますよ。あと、また忘れた夢だったら嫌だなとも思ってます。頼むよ、ラブイエロー。あ、じゃあ帰ってからのお楽しみにしておくね。お菓子なんだな。あ、食べよう。あれ、ここは前にも見た街角だ。ってことは、あ、トゥー軽やか。やっぱり来た。あ、やっぱり来たな。危ないから、早く逃げて。ありがとう。でも周りには何も何か見えるの、ラブイエロー。何が見えてるの？これから敵が巨大化するから、その前に遠くに行くんだ。おお、なるほど。敵が巨大化するのか。じゃあ今すごいちっちゃいのかな、俺に見えてないってことは。もう今踏んでしまえ。ああ、なるほど。一緒に行ってあげられないけど大丈夫。君たちの町を壊すもんか。街を守りたいなら巨大化する前に倒してくれる？ラブイエローはどうやって戦うの？あのなんか大きいロボットに乗るの？それともラブイエロー自体が巨大化するパターン？じゃあお願いします。わかった。君の熱い思いが僕の胸に伝わってくるよ。なんか込めた記憶のない情熱が伝わったみたい。何が見えてるの？やっぱ込めてないよね。でも引きすぎだよ。この黄色いの一応男子やから。じゃあ僕はマシンに乗らないといけないから行くね。なるほど、そっちパターンだな。行ってらっしゃい。なんかトールくん熱いな。あ、俺のパッションも感じ取ってくれてたしな。持ち合わせてないやつ。マフラーは見られない姿だから貴重かもしれないけどね。トールくんの情熱が止まらなかったな。今回は忘れないで。ああ、夢だったんだ。だよね、あんなことあるわけないもんね。今回はそんな忘れたいわけではないみたい。安心しました。こんにちは、ガランドーと申します。さて、この後の直近の大きなイベントは体育祭ですね。やっていきましょう。今日の映画の監督は結構有名な人なんだよ。お、初めて見る。おほ。へえ、そうなんだ。今回の映画はどんな話なの？すごく小さいネズミがすごく大きい猫を追いかけるってサスペンスなんだ。ほう。ほう。なんか元ネタあるんかな？トムとジェリーじゃないよな、これは。面白そうだね。奇抜な感じだね。ああ、まあ素直に面白そうでいいんじゃないかな。えい。
なんだか面白そうだね。うん、きっと楽しんでもらえると思うよ。なんか制作者側の意見やな。あ、じゃあ楽しませていただくよ。そんなに倒れてのおすすめだったら期待できそうだね。トール君見たことあるのこれ？うん、気に入ってもらえるといいな。楽しみだね。あ、さてさて、8月のお礼今です。まだお兄ちゃんが面倒見てやれるな。ハートがピンク。なるほど、筋力と勉強やな。どうしてもいつも筋力が後回しになっちゃうよな。あと前回から上げてる文系と一緒に体育祭に向けて運動も上げるようにしてます。今回は雨で中止するわけにはいかないので、まあやっていこう。今回はお兄ちゃんの時以上に20丸になるの早いかもしれないですね。もう9月か、早いな。早速体育祭の競技を決めるタイミングになりました。トール君は長距離だったはずなんですが、一応聞きたいですね。トール君に聞いてみようかな。トール君。何？どうも。体育祭の競技ってどうするの？それが長距離にされちゃいそうな気がするんだ。言ってたね。じゃあ俺も長距離しようかな。大丈夫なの？わからないけど、一緒だったら嬉しいな。俺は伴侶なので、苦楽を共にしましょう。俺も長距離頑張るよ。長距離か。それでは希望の種目がある人は手を挙げてください。よし、長距離で行こう。よし、せっかく決まったんだもん、頑張らないとね。頑張ろう。はい、というわけでバリで使えなかった伝説の水着を使おうと思ってプールチケット買ってみました。伝説の水着。伝説の水着見えないけど、飛ばしちゃったけど、これ普通にプール来た時と同じ絵だな。あ、ねえ、もう帰るの？おう、帰ろう。じゃあ休日の過ごし方で。ねえトールくんって、週末とかお休みの日ってどんなことしてるの？僕は家で新作の DVD を見ることが多いかな。ほうほう。へえ、そういえば昔からあんまり外に出てって感じじゃなかったね。うん、別に外が嫌いってわけじゃないんだけど。DVD 鑑賞が好きなんやな。でも君と出かけたりするのはすごく楽しいよ、トール君。そっか、ありがとう。これからも連れ回すよ。いよいよ体育祭当日。午前中の全員参加の競技は終わり、午後の自由競技が中心。この辺は一緒かな。なんだか緊張するよね。どうしたの？いや、僕も長距離走だけど、ちゃんと最後まで走れるかなって。トル君も俺もダイエット頑張ってるし、走ったりもしてるみたいやから、4月より体は軽くなってるから結構いけるんじゃないか。俺は基本走ってないし、頑張ってるのはどっちかっていうとお姉さんなんやけど、でも最近はトール君のおばあちゃんの伝説の水着で有酸素運動を取り入れてるんだね。そっか、トール君もやっぱり緊張してるんだ。大丈夫だよ、ビリじゃなきゃいいし。
いや、それはプレッシャーじゃないか。そうそう、上位は多分無理だろうから。いや、それはわからんやろ。トールくん最近走ってるし。てか、トールくんは無理やり長距離にさせられた感もあったし、走れるか不安なんよ。君たちも励ますつもりで悪気はないやろけど、過度な期待も見くびりもやめてくれ。俺の彼氏は気が弱いんや。あんまりプレッシャーかけるとお腹とか痛くなっちゃうタイプやから。まあ、でも完走できるか不安なんやろな。ちょっとそれはないんじゃ。おー、さすが伴侶サポートに入ったな。ナイスやで。でも、まあ、男子生徒たちも悪気はないみたいやし、ここで喧嘩してもよくないから、長距離の成績次第ではいでこましたろ。いいよ、僕は精一杯走るだけだし。まあ、こんだけ不安がってるからな、絶対1位取れよっていうやつよりマシやと思うけど。トールくん、そうだよね、私も負けてられないな。そろそろだよ。女子の方が先でしょ。そうな、じゃあ行こうかな。行ってくれ。位置について、よーい。とうとう始まっちゃった。周りの子は軽快に走ってるけど、私も負けてられないな。ようやく半分。そんなに距離はないはずなんだけど、やっぱり答えるわ。今でも結構きついのに、最後までちゃんと走れるかしら。そうだな、9月末やろ、まだ暑いし、きっと大変やろな。負けてられないわ。これはピンってなったのはなんか体重とか関係あるんかな。次に走るトールくんのことを考えたら、みっともない姿は見せられない。あとちょっと、ゴール。歓声がすごい。やっぱり長距離はきついね。お疲れ様、頑張ったね。すごいよ、ちゃんと最後まで走り切ったんだもん。みんなが順位のことを一切言及しないのはそういうことなんやろな。でも完走したからね。プール2回とエステだけでこのフィジカル手に入れたのすごくない？僕すごく勇気づけられた。まあ、パートナーとしてはトールくんを勇気づけることができてよかったよ。木野村くん一生懸命応援してたんだよ。なるほど、俺はその応援が聞こえないほど夢中で走ってたよな。しんどかったやろな。まあ、でも俺も頑張りました。そんなこと。きっとこの格好で応援してくれたんやろな。ありがとう、トールくん。ありがとう。うん、そんなの当たり前だよ。俺たちパートナーやからね。じゃあ次はトールくんの番だね。頑張ってあなた。行ってくる。お達者で、あなた。さて、いよいよトールくんの番だ。頑張れ、トールくん。位置について、よーい。頑張っている。みんな応援してる。後ろの子たちも。やっぱり他の人と比べるとトールくんは遅れ気味。グラウンドの足もしてるうちに、トールくんはどんどん苦しそうな顔になっていって、でもペースを落とす選手たちの中、トールくんだけは最初と変わりないペースで走り続けてる。おー、なるほど、トールくんは
トルクはちょっとウサギとカメ的な感じでこう、うん、きっと同じペースで忍耐で頑張ってるんやな。頑張れ頑張れトルク。どこにこんな力があるんだろうってくらいしっかりした足取りで走ってる。すごい。このまま行くとトップは無理でも結構いい成績でゴールできるかもしれない。おお。ゴールまであとちょっと。あ、ゴール。おお。やった、トール君ちゃんと最後まで走り切ったんだ。しかもビリなんてとんでもない、結構いい順位。ただいま。なんとかちゃんとゴールできたよ。おお、トールくんかっこよかったよ。トールくん頑張ったな、木野村。おお、出してて。お前やるじゃん、結構いい成績じゃね。あははは、やるやる俺の彼氏。じゃあせっかくいい成績みたいだし、宣言通りいてこまそうかな。まあでもなんかこの男子生徒たち悪気を感じないし、さっきも励ましてくれてたやろな。しかもこうして賞賛に来てくれてるし、あ、きっと A、B はいいやつなんやろな。まあ今回のところはこの振り上げた拳と重力は収めさせてもらうよ。あ、存分に俺の彼氏を賞賛してくれ。見直したよ、さっきは悪かった。え、さっき悪気あって言ってたの？見直したのに。まあまあでも謝りに来たからね、収めます。君たちの評価は行ってこいです。でも一度収めた拳はいつでも懐にあるからな。まあ、体重の在庫はそろそろ切れそうなんですが、まあ、拳はいつでも出せるから言葉には気をつけるように。うわぁ、なんかすごい勢いだな。でもよかった、トルクがこんな風に言われるとなんだか私まで嬉しくなっちゃうよ。あは、伴侶なので。トルク、お疲れ様。ありがとう。ああ、お疲れ。応援の声聞こえてたよ、だから諦めずに頑張れたんだよ。トルク、俺の声を糧に頑張ってくれてた。よかった。でもすごかったね、トールくんってあんなに体力あったっけって思ったくらい。うん、実はその練習したんだ、公園で。こそ練習だ。え、てか、え、俺も長距離なんやからちょっと一緒に頑張ろうよトールくん、それは誘ってくれ。なんでなんトールくん。練習、持久力がつくようにって。ああ、いや、うん、努力したんやな。ただ俺はちょっと抜けがけだなって思ってる部分あるよ。どうなんトール君、それは、それはどうなん。選ばれたからには頑張ろうと思って。ああ、俺もまあ自分から手を挙げて立候補した形にはなっているものの、君が一緒に走りたい言うたからさ、共に走るつもりで長距離したんや。練習するなら行ってくれよ、俺結構しんどかったよ。エステとプール2回しかしないで無理やり乗り切ったやで。僕じゃ結果はそんなに変わらないかもしれないけど、やっぱりできる限りのことをしたくて。ああ、まあそうやな、自分でそこの判断をして頑張ったってことは、まあ俺も自分でその判断しなきゃいけなかったよね。でもこそ練されたらさ、やってるの知らんからさ、あ、まあ、トールくんもそんなやってないなら俺もなんとかなるかなって思っちゃうやん。そこはさ、そこは共に行こうよ。足並み揃ってないよトールくん。なんで言ってくれなかった。トールくんって周りがどう言おうとどんな状況でも絶対に努力だけは怠らないんだな。のほほんとしてるように見えるけど、それだけじゃないんだ。優しくて努力家で、でもそんなこと絶対にひけらかさなくて。あ、そうやな、そういうとこが
トルクの魅力だよね。でも俺には練習の件打ち明けてほしかったかな。そっか、私も見習わなくちゃ。あ、見習いたいけど小ぞれされるからな。せめて俺には言っといてよ。そんな、僕は追いつこうと思って必死で走ってるだけだよ。いや、出し抜こうと思ってこっそり走ってるやん。そこは言ってよ、トール君。抜け駆けはなしだよ。トール君、分かった。ちょっと俺も抜け駆けしてる部分あるから、ちょっと今度トール君にお姉さん紹介するから。頼むよ、トール君。なんだか今日はトール君に元気をもらった気がするな。まあ俺が元気になったならいいのかな。私も負けないようにダイエットに励まなくちゃ。あ、そうやな。あ、ねえ、もう帰るの？お、最近一緒に帰ってくれる。あ、じゃあ実家の話。はい。そういえば、トールくんのご両親って元気にしてる？うん、相変わらずだよ。ほうほう。たまには顔出しなさいってよく電話かかってくるし。うん。心配だよな。まあ、幼馴染のマンションにいるといえども、やっぱ心配だよな。まあ、しょうがないよ。私も一緒に引っ越しちゃったんだから。うん。そうだね。ああ。今度会いに行ってみようかな。まあ、その時はぜひ俺も一緒に行かせてよ。まあ、お父さんとお母さんにもご挨拶したいしさ。ええ、それがいいや。お。あ、9月の今で。ちょびっと上がった感じ。いい感じじゃないか。相手もときめいてるかもしれないぞ。だいぶ普通の人が増えてきたな。はい。ああ、今75キロなんですけど、もう丸ですね。筋力最近鍛えてるけど、まだ罰なんだな。ほう。そしてやっぱり登録は文系厳しいっすね。ただもうだいぶいい感じ。もう来月にはかなり良くなるのでは？衣替えがやってきました。あれ？大丈夫？お？え、何が？だって、ずいぶん痩せちゃったけど、体の具合とか悪くしてない？いや、ダイエットしてるんや。トールくん、一緒にダイエットしてるでしょ。トールくんは痩せてないけど逆に大丈夫。努力の人のはずのトールくんが全然結果出てないけど、心配になります。なあ、なんだ、大丈夫だよ。ちゃんと健康的に痩せてるから。そっか、だったらいいんだけど、あんまり無理しないでね。ありがとう。もちろん痩せて、そのどんどん可愛くなるのは嬉しいけど。トール君、トール君分かってるね。え？なんでもない。あ、僕先に行ってるね。トール君ったら照れちゃって。あ、トール君変だな。そうだよな。あんだけダイエット頑張ってるのに何も変わってないって変だよな。俺は心配だよ。はい、というわけで着実にトール君と仲良くなっているようなんですが、ただダイエットに関してはなんだか足並みが揃ってないように感じてもいます。こそれんしたり努力をしているけれども、なぜか一切体重が変わらないトール君。なんだか突然出し抜かれそうで若干不安なんですが、この先の2人の仲の良さなどに関しては一切心配してないんですが、この足並みの揃ってないダイエットが何か波乱を生むんじゃないかと不安も感じています。あ、では次回もよろしくお願いします。
よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。5万円のバッグやから全員なぎ倒してやりましたけど大丈夫でした？先生まだやってる。うろ覚え。せっかく私可愛く決めたのに支配者のオーラも被ってますね。一緒に鬱憤晴らそう。まあ俺も若い頃はやんちゃしてね、めちゃめちゃ重いこと言われてる。それが辞書に入ってる人初めて見ました。はじめまして。